マレスカがね、このニュース、これスターリングとかね、今日構想外の選手についてね、私からのアドバイス、彼は自分が何をすべきかしっかり理解している。だから私のアドバイスは必要ない、私は選手に正直でありたいと思っている。今出場できてない選手たちは今後も状況が変わらない選手ばかりだ。万が一残留しても彼らに出場機会は与えない。ちょっと割愛しましたけど、現時点でチームから外れてトレーニングしている選手全員がそうだ。移籍期間が終わったその瞬間、彼らは試合に出ることができなくなる。すごくないこれ。絶対試合出さねえから移籍しろよっていう話なんだけど、これこのニュース見たらマレスカひどとか残酷って思うじゃん。これチェルシーがひどいって思った俺ごめんだけど、チェルシーのこれは別に選手がひどいというか、クラブのやり方、これ監督に言わせんなって思うよね。言ったらこれ監督全員が思ってることなんですよ。相当パリピな能天気監督以外は基本スカットを何十人も、本来18人とか20何人とかあるじゃん、その監督にとってのベスト、それよりも多くなったところ抱えながら試合やりたいって思ってる監督なんて一人もいないですよ、プロの監督で。ってなるとちゃんと戦力整理してくれて、練習メニューだって組み方難しいしさ、そう一人一人ちゃんとね、人間だから不満は持つわけじゃん。ってなった時、そこ戦力整理してもらわないと困るじゃん。だからそれどういう意図で言ったかってちょっと分かんないけど、まあ言っちゃえば監督って現場監督なんですよ。だから現場がやりにくいんだよ、めちゃくちゃ。だからスカッと整理してほしいし、なんだったらその誰使って誰使わないかにも全然口出ししてる可能性あるじゃん。だって上に言われた戦力を使うのが下の現場の仕事だから。ってなった時にマレスカ的には、いや使わない選手ずっと残すつもりじゃんとか、いやそれ俺に言わせんのかいとか。これで逆にチェルシーがちゃんとしっかりどう打ってどうしてこうっていうのを考えてしっかりやってる上で、マレスカが独断だけで、自分がなんかスターリングにムカついてるってだけでチャンス与えないって言ってたら、それはすごく面白い普通に考えたら身代わりよ、身代わりというか、こんなこと言わせちゃダメだよ監督に。だけどもしも俺が知らないだけで、チェルシーがちゃんとフロントそういうのやった上でマレスカがこれ言ってるのが一番面白いから、どっちに転んでも面白いって話になるんだけどね。そこら辺アーセナルが、あ、だからあチェルシーに比べてアーセナルとかそういうクラブ対立煽るような言い方じゃないけど、俺いつも言う、フロントがあってフロントが任してる現場があって、現場のスタッフが選んでる選手がいるからね。だからリーダーの質が組織の質に出んのよ。だってシアも昇格できたけど、俺が使いたい選手を使わせてもらえないとか、そうやりたい練習をできるグラウンドの環境がないだったら絶対無理だったから、だからもう俺がオーナーであり監督だけど、これを支えてくれるスタッフがいて、ついてきてくれる選手がいるからって、この組織構造があるからいけたわけじゃん。であとマレスカとしてはいいトレーニングをして、ちゃんとまとまったチームで試合に向かいたいわけじゃん。でもこのいいトレーニングができないわけだから、なんでかっていうと構想に入ってない選手をずっとお前が管理しろって言われてる状況だから。ってなるとこのいいトレーニングして結果を残すっていうマレスカに与えられた仕事で言ったら、これ言うしかなくなってるって考えるのが自然なんですよ。言わねえと出ていかねえからっていう。で出ていくかどうかのそこのスカッとの整理は監督の仕事じゃないんです。マレスカが全権監督としてチェルシー呼ばれてんならわかるよ、絶対違うじゃん。ってなるとチェルシーやばいって話だし、チェルシーがちゃんとやってたならマレスカやばいって話だからそういう話ですね。必要な装備が25人分しかないのに40人雇っちゃった現場仕事って考えると、15人余分に雇ったやつ悪いようになったよ。そうで、その人たちに帰っていいよって言えないわけだからね。このチェルシーの話がちょっと可愛く思えるぐらいのこのニュース、これで最後締めたいね、うん、バーンリー下部組織監督、選手の分析を間違って選手に送る。これどういうことかっていうと、バーンリーの下部組織の監督さんがトップチームの現状と、価値を分析する仕事もやってたみたいな。で、トップチームでこの選手こうだなみたいにやしたレポートを代理人に送るのが間違えて下部組織の選手のグループラインに送っちゃったんだって。グループチャット、ワッツアップ、向こうだとライン使われてないから。で、それがボロクソ書かれてて、下部組織の選手からトップチームの選手に伝わってクビっていうで書かれてた内容が、
で、マヌエル・ベンソンは、怠惰で態度が良くなかったので衰退した。彼の遺跡を引き止めたことは間違いであり、売却してお金に換えるべきだった。トレゾールというウィング、1400万ドもかかった選手なのに全然良くない、昨シーズンはほとんどプレーしなかったし軽薄で態度も最悪、あ、態度も悪い、お金の無駄遣いだ。アルダヒールにはプレミアリーグで実力不足、本当に苦戦して退場した後は二度とプレーしなかった、イングランドでは痩せすぎで弱すぎる。ルーク・マクラニーには奇妙な運動能力、ね、ドゥロクルオワにはゴミで下手、マイケル・メロン怠け者、チュルリノフ、第三次で気が狂った男、チームから出て行ってほしいから貸し出している。これ僕の意見じゃないですから、これ。このバーンリーの、この下部組織の監督のデイブ・ロングウェルさんの、すごいよな。言おうと思っても言えないもんな。そう、文章に残しちゃダメですね、こんなね。こんなこと言うやつ雇っちゃダメなのよ。コーチの方じゃなくて、この、そういう風に思っちゃうような選手は雇っちゃいけないって話じゃん。だからこれは、クラブがアホっていう話なんですよ。こんなにかかった選手なのに全然良くない。軽薄で態度悪い。雇っちゃうと仕方ないけど、そういう失敗もあるんだけど、雇い続けちゃいけないし、雇わないようにそこを調査するのが今のクラブだから。めっちゃ感情的なコメント、それはご送信。だから、普通ならさ、って言っちゃえば代理人なんだよ、これ。友達同士の会話じゃないんだよ。代理人だから、ここに回んなくても他に回るから、例えば、ね、スピード足りない選手に対して、数値で身体能力点を劣ってるとか、この状況でこれが弱点であるみたいな、もし選手が見たりとか聞いたりしても、ちゃんと伸びしろとして解釈できるっていうか、厳しい評価として解釈できる書き方しないんだよね。基本的に口に出した言葉っていうのは回りますからね。